界取りまくりは専門誌4社からなる競輪情報サイトですが、この専門誌に焦点を当てていきます。皆さんも競輪場に行かれた際に購入をされたことあるんじゃないですか。私たちが今手元にあるのはこの青木さんの新聞なんですが、全国にはこんなにも専門誌があるんです。はい、全国各地に専門競輪専門誌はありますが、特徴などあったりしますか。そうですね、まあ大体こういう感じなんですけど、まあ、大きな特徴というか、まあ、この東日本の方だとね、基本こういう名前がこう書いてあって、こう縦にこうなってるのが多いんですけどね、はい、西日本の方は逆にこの横になってるのが多いかなって、それはなんか、うん、僕も理由はちょっとわからないんですけど、まあ、そのなんか東と西で大体こういう感じで分かれてるかなっていう感じですね。そうなんですね、はい、このさ、専門誌は結構もう昔からこういう感じになるんですか。そうですね、まあ、いろいろレイアウトとかが変わったりしてるんですけど、はい、今日はそのちょうど、会社に昔の昭和50年の新聞があったんでちょっと持ってきたんですけど、もうちょっとこういう感じで売ってるんですよね、これ。すごい、はい、これ貴重なんじゃないですか。これもめちゃくちゃレアな感じで、もう、うん、ただまあね、昔ですけど、まあ、でもやっぱりうちの新聞だなっていう感じのあれは残ってるんですけど、ただもうこの乗ってる選手とか走ってる選手、今この名前僕も見たんですけど、もう全然誰が誰だか分かんないような感じで、もう本当にもう何期だ、もう20何期とか10何期とか、うん、そうですね、いますよ、12期とかいるんですよね。今120ね、何期もう出てるところだから、もう100期ぐらい前の選手がこう走ってるの出てきたんで、これかなりね、なんか面白いですよね。はい、すごい、うん、こっちも綺麗な、そうですね、こっちもこっちがちょっと新しいの、あ、じゃあ新しいですか、カラーが。それでそれくらいの、ただやっぱ滝沢正美とか井上真理のとかそういう名前も書いてあるんですけど、こっちのがちょっと若干最近中野浩一さんもいらっしゃいますね。そうですね、中野さんとかいるんで、そうですね、40期台とか50期台の人たちが出てるんですかね。はい、こういうのも すごい。第41回日本選手権競輪の40、やっぱ30年ちょっと前かなって感じですかね。はい、こういうのが出てきたんでね、はい、こういう歴史で今がこういう感じになってるって感じで、だいぶ前から変わってきてますよね、はい、色も ね、 そうですね、はい、そうですね、取りまくり YouTube チャンネルでは各専門誌の紹介動画もございますので、ぜひ皆さんご覧ください。今回は長谷川記者さんがいらっしゃいますので、はい、この青木さんを参考に専門誌の読み方、はい、ポイントを一緒に学んでいきましょう。はい、番組をご覧の皆様もぜひご参考にください。お願いします、はい、ではじゃあ早速読み方、はい、こう読み方、そうですね、注目ポイント教えていただいてもいいですか。あ、そうですね、まあ、何レースでもいいんですけど、例えばこの12レースとかこの後ろのところあるんですけど、はい、まあ、こういうレースを予想するにあたって、はい、やっぱりそうですね、この専門誌だからこう結構ね、もう数値がいろいろ細かく載ってるんで、何見ていいかみたいにね、分からない人は最初見た人思うと思うんですけど、やっぱり一番気にしてほしいのは、やっぱりこの誰が強いのかね、この分かるには、やっぱりこの競争得点っていうのがこのちょっと太字になってるんですけど、はいはい、一番上のこのそうですね、例えばこの甲田選手93点とか、金沢選手88点とか、一つその人の点数、こう力が大体これくらいですよっていうのがあれなんで、まあ、見ると分かりやすいのかなっていうところですね、はい、あとはここの成績のところですかね、こういうところにも、はい、ここがその最近のこの選手が走った選手の着順がこう全部載ってるので、あ、数字で、そうですね、例えば甲田選手だとこの、なんだろう、4着、4着、1着とか、うん、3着、5着、2着とかこう書いてあるので、はい、ありますけど、これがこの選手のまあ成績なので、これがやっぱりまあ着がね、1とか2が多い方がやっぱりその選手としてまあ強いなっていう感じなので、ね、はい、そういうところを参考にしてみていただくと。特にこの黒になってる最終日の黒は決勝でっていう、これが決勝に乗ってる、はい、やつなんで、やっぱりこれが多い方がやっぱりその決勝に乗って、そうですね、いっぱい乗ってるよっていうことなんで、勝ち上がってる選手っていうことなんで、分かりやすいですよね。この資格も初日の資格は初日特選に乗ってる選手とか、それぞれあるんですね、希望で、そうなんですよね。他にもこうありますか。あとは狙い目だったり、あとこのうちでいうと、やっぱりこの車番作戦っていうところがね、結構そのこの車検がいいよ、こういう車検がいいよっておすすめの、まあ、僕たち記者がこう書いてるところなんですけど、はい、それも参考にしてもらえたらね、またここの上の印とはまた違うようなのも結構書いてあって、まあ、同じのもあったりするんですよね、オリジナル、ね、そうですね、はい、うん、なんでそこも参考にしてもらえたらなという感じです、ね、はい、私結構青木さんの新聞で
買ってるんですけど、めちゃくちゃ当たるんですよ。花火とかのところ結構いろんなあのここにも先生レースとかいろいろ書いてるんですけど、で結構穴とか出た時にこう毎回見るんですよ、新聞のこの信頼度、ここに予想とか載ってるんですけど、はいはい、あるとか、結構見ながら参考してます。ありがとうございます。いいですね、見ていただいて、もう見てますよ、本当に大好きです、ね、はい、そうなんですよ。あとはそのじゃあそうですね、あとここがあれですもんね、この下のところがその直近の昨日、そうですね、ここのカラーというか、そうですね、なってるところが昨日の、はい、結果、ここですか、一番下の、そうですね、はい、今日が川崎、今持ってるのが普通の2日目なんですけど、はい、初日のその講座選手だったら、そうですね、この初日特選で2着でしたよって、一応この前捨てまくるって書いてあって、まあ、自分でまくっちゃいましたよっていう感じ、簡単な、はい、そういうのも書いてある、わかりやすく、そうなんですよ、本当に分かりやすいですよね。その私が結構このアンケートさんで見たりするのは、よくここのラインあるじゃないですか、はい、ラインでなるとその前を走る選手、ここだと3社、今12レース見てるんですけど、3社いた時のこの対戦率、例えば1と5が対戦した時にどっちが勝ってるかとか、結構そこにも本当にもその初番作戦の下にも書いてあったり、そうですね、ここで、そうですね、うん、この人とこの人直接対決どうなるかなっていうのも、そんなところまで書いてくださってるんです、本当に詳しく書いてるんですよ。いろいろ見てっていただくと結構その細かいところにいっぱいなんかね、こうあるんで、はい、ね、結構皆さんこう気になるところありますか？気になるところ、こう見てこう、はい、なんだろうとか、あ、もうせっかくわからないけど、そうわからないけど、こうやっぱ見て覚えた方がこの、で買うときに参考になるんで、難しい。すごい、でも結構こんなにちゃんとしっかり新聞を端から端までちゃんと見てなかったんだなって今焦ってます。でも本当にね、オリジナルのこう文面でしっかりここが来るよとか、ね、あの出してくださってて、初心者の方でもこう予想しやすくなってるかなという印象ですね。あとそのこの予想のところの横に選手の名前がこうボワッとあって、その下が結構その選手の簡単なコメント、そうですね、選手のコメント、明日どうしますって言ったら、自力だったり誰々君に話しますっていう、はいはい、持ってたりしますね。そう、一番ここを見た方がいい、この、ね、いっぱいいろいろ書いてある中でここはまず見といた方がいいよみたいなところがあったら、そうですね、教えてください。まあ、やっぱりここの書いてあるこの数字のところがまあ一番基本的な狙い目なんで、はい、まあ、僕たちはここのフォーカス、この位置、例えばここが一番なのかな、ここやっぱり押してますよっていうところなんで、まあまあ、そうですね、ここの目をまあ一応車検を買うときにはまあ参考にしてもらったらいいかなっていう感じですかね、はい、いいこと聞いた、はい、いいこと聞いたね、せっかくなんでね、うん、はい、そこの選手の名前の上に二重丸とか三角とか丸とか、はい、これは、これがね、この日の、うん、そう、このレースの、そうですね、僕たちがこの予想して、はい、これだとこの甲田選手にこの二重丸がついてて、この印の順番で言うとこの二重丸丸っていうのがまあ一番と2番って感じなので、このレースだったら1番7番がいいですよっていう感じでこういう印になってるんですよね、はい、その後はバッテンかな、はい、じゃあこの黒三角と白三角の違い、そうですよね、うちの新聞だとこれが順番で言うと二重丸丸バッテンがあって、その後に白三角、その後に注意で、最後に黒三角っていう順番なんですね。そうなんですね、はい、ちょっとね、これは結構その専門仕事にその印の順番って結構いろいろあるので、うちの新聞はこういう順番になってますね、はい、二重丸丸バッテン白三角、白三角注意、注意黒三角、黒三角、覚えました。多分日刊誌とか見てて
でも今またいろいろバラバラだったりも、ね、すると思うんで、本当にそうですね。それ違うけど、はい、青木さんはこの順番で。この順番です。はい、そうですね。まずそこからでしたね。ありがとうございます。ありがとうございます。最近は結構経理アプリとかも便利なのも増えてるんですけど、はい、その専門誌にしかないとかやっぱあったりしますか？そうですよね。やっぱりアプリとかどんなに見てもやっぱりここまでの細かい情報はね、さすがに全部は見られないと思うんでね。はい、そうですね。その本当に細かくちゃんと当てたい、真剣にこう予想したいっていう場合はやっぱりこの SIM の方を買っていただいた方がね、あの当たる確率もね上がると思うんで、まあ、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ではこの後ですが、実際に私たちが手元に持ってる川崎 F2 ナイターがありますので、実際にレースを予想していきたいと思います。はい、この後もアンケートを参考にして予想に挑戦していきましょう。はい、予想